新飛鳥役、鈴村健一のささやき。あー、カラスミをつまみに、森蔵を飲みてーなー、週刊レディオシードデスティニー。森井蔵より僕は勇美が好きでした。間違ったことを言いまして、どうもすいませんでした。さあ、週刊レディオシードデスティニー、通称ラジダネです。こんばんは、この番組のパーソナリティ、鈴村健一です。今日はですね、いつもの収録スタジオではなく、なんとここ、ラジオ大阪から、2週にわたってお送りするスペシャル2ウィークとなっております。大阪というわけなんです。はい、まあ、ぶっちゃけ収録している今日はですね、3月4日なんですね。機動戦士ガンダムシードデスティニーの、DVD&CD 発売記念イベント大阪公演の前日と、そういうことで大阪にいるわけでございます。明日をですね、明日の御堂会館を皮切りに、3月19日東京、日本青年館、それから3月27日名古屋、テレピアホールでイベントをやるわけですが、まあ、どんなイベントかっていうとですね、トークあり、ゲームあり、ライブあり、何でもありの90分、うん、まあ、すごい。まあ、気になる内容に関してはですね、後日紹介するんでお楽しみに。そしてですね、今回のイベント何がすごいって、もう出演者の数が半端ではございません。もう、っていうぐらいもう人数が来ます。すごいです。びっくりしました、僕も台本を読んで。まあね、ステージがすごいことになってしまいます。でですね、明日のイベントに出演するデスティニーのキャストの方、なんと、こぞって大阪に上陸してるっつうことでですね。だったらラジオ出しちゃうんすね。っていうね、これも非常に安易ね、無責任な企画がですね、渡辺さんの手によって書かれてるわけですよ、この台本。来たー、無責任な企画に引っ張られた。あ、来た。あ、声が聞こえてきたよ。つまり今日は台本とは言うものの構成もほとんどございません。あるのはここに目の前にありますデスティニーボックスだけ。デスティニーボックスとは果たして何なのか気になるところではございますが、色鉛筆で運命って書いてある。ダンボールだ。 CM の後、あの大物ゲストが再び出る。週刊レディオシードデスティニー。週刊レディオシードデスティニー。さあ、それでは早速一組目のゲストを紹介しましょう。この方たちだぜ。どうも。あー、フグの白子をつまみに勇美を飲みてえなの、アスランドラ役の石田明です。天丼やん。ほんで、はい、どうも、フグの白子をつまみに勇美でもなんでもどんとこいの、あ、そうですね、かがり浦朝役の新郎の奈美です。というわけで、石田さん、新藤さんはですね、はい、ラジダネです。2回目の登場ということでですね、はい、本当にね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。どうでしたか、長旅。長かったね。ね、ね、うん、もうなんか、新幹線、みんなで今日乗ってきたじゃないですか。うん、あの、何ですか、シートを。向かい合わせにして、ね。向かい合わせにしてね。うん、ワクワクしながらね。ちょっとね、遠足気分でしたよね。そうそう。最初のうちワクワクして、お、これはちょっとどうでも盛り上がんじゃねえのって言ったら、最後もう寝たけど、ね。みんな寝ましたからね。俺ずっとみんなのゴルフやってましたからね。ゲームしだしたらダメだよ。やっぱりね、一人の世界になっちゃうから。そうですか。って言うても先に寝たじゃないですか。うん。だってやることなかったんだもん。最初ちょっとゲーム教えてもらったけどね、なんか指で遊ぶゲーム。あ、そうそう。知らなかったんですよ。あれでも正式名称知らないな。なんか、名前ついてるの？どうなんでしょうね。一世の1とか、一世の2とかいうゲーム。そうそう、指を立てて。そうです、そうです。言ってくれ。そんな遊び知らなかった。そうですか。うん、じゃあこれ勉強になりましたね。勉強になりました。これはもう大阪の思い出ということで。素晴らしいですね。ね、はい。あ！え？あのですね。はい。なんかね、これそれぞれの持ち時間が10分が、これリアルタイムで進行中なんですって。うん。僕も知りませんでした。なるほど。ですから、とっとと始めましょうか、これね。はい。デスティニーボックスカモーンっていうか目の前にある。あ、こういうの、多分、ちゃんと指示をしていれば、エコーとかかけてもらえたんですね。俺、そういうのを、なんか、台無しにした今。もう一回やっとこうか、じゃあ。いくぜ！デスティニーボックス、カモーン！はい。さあ、やり直したぞ。さあ、デスティニーボックス、ここにあります。ぶっちゃけ段ボールに、デスティニーって色鉛筆で書いてあるだけなんですけど、このデスティニーボックスの中にはですね、質問やお題が書かれたカードが入ってます。ですので、カードを引いて、あなた方の、
その自慢のガトリング砲、これ撃ち落としてください。あ、違う、ガトリング砲じゃないよ。砲で撃ち落としてくださいね。はい、はい。なおですね、変なカードがね、出るときが時々ございます。はい。ですので、パスは一回だけ OK とさせていただきましょう。はい。じゃあですね、まず石田さんから出撃してください。はい、わかりました。じゃあ一枚引きます。これ。はい。どうぞ。じゃん。じゃじゃん。じゃん。最も魅惑的な、うん、肉体を持つキャラクターは、またその理由も述べよう。ああ。おお。なるほど、ね、テンション上げてきた。どうですか、シード史上最も魅惑的な肉体を持つ。はい、これ、まあ、ある意味アスランはそうでしょう。まあ確かにあの人、イオンもシャワー浴びますからね。もう、まあ、とりあえず最初にシャワー浴びさせるのはアスランだっていうのは決まってるらしいから。まずそこからね。そこからなんか見せてこう、はいはい、私脱いだらすごいんですみたいな。脱がなくてもすごいじゃないですか。脱いだらさらにすごいですよ、アスランは。確かに、ねね、うん。そういうところでこう、はい、なんか男の魅力を見てくれよみたいな。なるほど。そういうところありますよね。まあ、あと、まあ女性で言ったら、誰でしょうね。誰でしょうね。ルナマリアはすごい結構、はい、プロポーションいいらしいですよ。いいらしいですね。ウエスト細いみたいですよ。うん。うん、なんか姉妹で競ってこう、はいはい、お姉ちゃんの方が勝ってるっていう。スカートが入らないって言われましたよね。入らないって、そういうところあるらしいですからね。なるほど。隠れて実はあの、ミーアっているじゃないですか。はいはいはい、ミーア、ナイスバーディーですよ。いたいた、そうですね。あの服も魅惑的ですよ。うん。かなり。いや、でもね、やっぱりマリュウさんには勝てませんよ。あ何言ってるんですか。さすが。女性のマリュウさんに勝てる女はいない。ね、確かに、砲撃受けるたびにプルンプルンしてますからね。それはそうかもしれない。そうよ。何を忘れてるんですか。ああ。じゃあ、石田さんは最終的に決定してください。あ、はい。最終的には、はい。じゃあ、ミーアで。なんだよ。ミーアなんだって、ね、積極的なんだもん。じゃあ、ミーアということで、はい、ね、めでたし、めでたし。めでたし、めでたし。さあ、じゃあ、次は、振動さん、はい、引いてください。はい、じゃあ、振動の網が引きます。ほっ。はい。はい。自分の演じているキャラクターの長所を3つ言いなさい。お、かがり浦アスハの長所を3つ。長所、まず1つ目はですね、はいはい、裏表がないこと。あー、そうね、うん、そうですね。ないですね。そう、うんうん、それはそうで言っときましょう。はい、裏表ないですね。うん、はい。あとね、うん。さあ考えてる。そうですね。あとは、はい、素直なところ。これなんかちょっと似てるんですけど。微妙に似てますよ。そうだよね。なんかもっとこう、あるじゃないですか。こう、風邪をひかないとか、そういうのありそうじゃないですか。なんか、すごい強そうじゃないですか、あの人も。そうだね。体力自慢だから。そうか、なんか。体力は自慢かもしれない。そうですよね。体力が自慢ね。体力ね。はいはい。そう。もう一つ。もう一つね。はい、何でしょうね。なんだろうな、長所。長所3つもないんだ。3つぐらいあるでしょ。あるある。すごいあるよ。隠れた長所とかあるかもしれない。もしかしたら宙がうまいとか、そういう、わかんない、隠れた要素がある。今言えば、これ、マジで監督が作ってくれる可能性がある。かなりの長所、宙がうまい？そう。まあ、例えばですよ。それは僕が言うだけでね。なるほどね。振動さんなりの、かがりの長所を言ってもいいわけですよ、そうか。はい。宙がうまい。そんな長所いらないな。いらないですね。いらないな。わかった。じゃあ、意外に数学が得意ってどう？計算、ね。ものすごい肉体派やけど、実は計算してたっていう、ね。計算してるっていう。実は理系だったっていう、ね。なるほどね。人生の計算はうまくいかないですよね。そうですよね。何を言うと。人が筋肉の使い方とかすごい計算してるんですよ。そうそうそう、この角度でやると、二頭筋はすげえつくみたいな、そういうこと考えてるんですよ、ね。そう、そういう感じでどうだろう。そういう細かい計算をしてるって。なるほどね。うん、それでいこう。あ、それでいこう。はい、じゃあ決まりました。かがり浦アスハの長所はですね、裏表がない、体力がある、それから数学が得意に決定しました。皆さん、今後もこの、なんかこうデータを参照にしてですね、ぜひガンダムを楽しんでいただければと思います。まだいきますね、これね。はい、じゃあ、石田さん、もう一枚引いてください。はい。じゃあこれ。はい。じゃかじゃん、ラクスとミーアを見分ける決定的な方法を教えてください。おこれはあの石田さんワールドでいいと思いますよ。これね、これあのまあ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 テレビ見てる人はあの髪飾りが違うっていうところで見分けてると思うんですけど、あのあのアスラに対して優しい方がミアです。僕に対して優しい。そうね。そう。わかりやすい。そう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 。なんかいつも一歩上からなんか見下したようにあなたはどうなのっていうなんか。こう攻めるような口調で言ってくるのがラクス。大正解
いですね。すげえ。完璧です。完璧でしょ。はい、うん。これ以上の答えはないでしょうね。うん、はい。じゃあ、決定しました。ラックスとミアの見分け方。アスランに優しい方がミア。偉そうなのがラックスに決定。さあ、進藤さんもう一枚引いてください。了解。じゃがじゃん。はい。またかよ。何自分のキャラクターの第一印象。もうかがり大好きっ子やん。すっげえ。でもかがり大好きですよ。はい、第一印象は、男、はい、僕も最初男だと思いましたよ。ね、男、私は設定資料を見ても、うん、男って思いました。なんであんなに男っぽく見えるんでしょうね。不思議ですね。うん、結構顔とかね、髪の毛とかも女の子っぽいんですけどね。やっぱり眉毛の太さじゃないかなと思いますね。うん。あと、進藤さんの声が男っぽい。なんだとこの。いや、でもそういうのって、イメージして作ってるわけですよね。まあ、やっぱね、そうそう、ある程度、その中性的な部分って。ね、うん。うん、一応ね。うん、それは、あなたもっと女に演じろって言われれば演じられますよ。そうですよね。多分ね。プリティガールもできるわけですよ、進藤さんは。うん、おそらく。ナオミもできるわけですよ。なんだそれ。よくわかんない。いや、言ってみただけですよね。なるほどね。うん、あ、じゃあもうどんどん行きましょうか。はい。もう一枚行きましょうか。じゃあ、石田さん、引いてください。まだ大丈夫です。じゃあ、はい。じゃあ、これ。なんだこれ。何ですか？マイケル・ジャクソンで発信のセリフを。意味わかんない。なんだこれ。どういうこと？セイバー出るを、マイケル・ジャクソン風に言うってことです。じゃあ行きますよ。大丈夫ですか？はいはい、石田明さんのマイケル・ジャクソン風出撃まで、3、2、1、9。マイク・ジャクソン、出る、ふぅそらそらね。そらそらと思う。俺も抑えと思う。俺も来たらそれをそうすると思う。いい着地でした。じゃあ、もう一枚行こう。了解。よし、進藤さん行ってください。はい。はい。はい。ネオが仮面をしている本当の理由とは？お、これは。これはいいネタだね。これはいいネタですね。興味津々ですね。自分も気になりますね、これね。今日まさにそんな話をしましたね。これしましたよ。ネオのね、傷をですね。仮面で抑えないとそうなんですよ、これね。そう。破裂しちゃうんじゃないかって。何ですか？ゴム羊羹みたいになってるんですね。つまようじでペッてやったら、プルンっていくっていうのが。ね。まあ小安さんの意見でもありましたね、それはね。そうなんです。両サイドから皮を引っ張ってきて、傷を覆い隠して、それが開かないように仮面で上から押さえてる。そうなんです。だからネオと喋るときは優しく喋ってねって。そういうことです。ね。強く喋っちゃうと、衝撃で仮面が外れて、プルンとなってしまいますからね。いっちゃうかもしれない。皆さん気をつけましょうね。とんでもないとこで、この、コーナーは終わりとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、さあ週刊レディオシードデスティニーデスティニーと書いて何と読む？タイトルに意味ありません。もう24回も言ってます、こんなこと。このコーナーはですね、番組に届いた普通歌を紹介するコーナーでございます。それでは早速1枚目のお便り紹介しましょう。じゃあ、どんどん読んでいきますね。はい、じゃあ、まず こちら1つ目、私から読ませていただきます。長野県、シードネーム、ワントンナク、ニャンコっぽいキツネさん、どれやねんからいただきました。ありがとうございます。いきなりですが質問です。はいはい、静電気何回分で、ガンダムが動くんでしょうか？ちなみに、ザクでも OK です。ということでですね。すっげー難しい質問だな。ご質問いただいたんです。ちなみに、どれぐらいで動くと思いますか？静電気1回のでも電力ってすごいよね。そうですね。確か。あ、よくご存知で。うん。はい。雷ぐらいあるんだけど。あれ、静電気でバチッとくるので、あれを使うと、東京都民で1ヶ月半ぐらいの消費電力。一発でですか？一発で。マジで？だから、結構みんな無駄遣い、電気の無駄遣いしたら、電子ちゃん怒っちゃう。いや、そこに電子ちゃんあんま怒ってないと思いますね。そうですか。じゃあ実はですね、なんとこれ調べていただきました。はい、ここにございます、答えが。静電気を舐めてますが、1万ボルトぐらいあります。でも電流が弱々です。0.00001 アンペアぐらいです。聞いてもわからんちゅうね。なのでですね、静電気のワット数は、これは何ぼですか？1万×0.00001 イコール、0.0、間違えてた、ごめんね。0.0001 ワット。ファーストガンダムのザクの出力が976kW なので、結構めんどくせえよ、数字読むの。1、10、100、1000、万、10万、97万6000割る 0.0001
0001イコール、五もう、ゼロばっかで分かれへんねん。1、10、100、1000万、10万、100万。え ?7 億あれ ?9 億 ?97 億。97億ね。あ、ほんとだ。97億、6000回。約100億回近く静電気を貯めると、ザカがちょびっと動きます。でもちょびっとなんだ。うみって動きます。あ、でも、はい、じゃあ一人の人が一生かかって静電気こう起こしても、ザクが動くか動かないかぐらい。そうなぐらいですね。微妙にしか動かないです。マジで。いやー、大変ですね。我々すごい乗り物に乗ってるんですね、いつもね。大変、うん。これから一生懸命こう、はい、冬場の乾燥した時期にはこう、下敷きをこすったりとかしないと。そうなんですよ。我々で溜めとかないと、ね。溜めとかないと。ザク動かすために。そう。節電っていうか蓄電みたいなことやっていかないとダメですね。そうね。はい。大変勉強になる。でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもう一つ行きましょうか。はい、じゃあ、しんどさんお願いします。はい。こちらはですね、埼玉県の妹命な、うんうん、あやはさん。うんからのお便りです。はい。ラジオネームからもわかる通り、うん、私は妹を溺愛しています。あら。お、周りの友人は温かい目で見守ってくれています。かっこ笑い。なんだそれ。鈴村さんとゲストの方は愛してやまないものは何ですかと。いい質問ですね。いい質問ですね。はい。はい。はい。僕からまず言わせてもらいますけど、はい、先ほどなんか何枚か普通お便りあったんですけど、うん、鈴村さんは犬の話ばっかりするので、もうやめてくださいって言われました。それぐらい僕は犬が好きです。はい。だって犬と結婚するんでしょ？そうですね。うちの子そろそろ大きくなる。僕の年をそろそろ超えそうなので、姉さん女房になってしまうんですけど、なんとまあ結婚しようかなって思ってますけどね。まあそんな話は置いといて、お二人は何か愛してやまないものは、じゃあ石田さん何かあります？愛してやまない妹欲しいな。妹今からなんかちょっと両親頼もうかな。いや妹欲しいんだけど。お父さんお母さん妹が欲しい。今これ電話してますよこの人。マジっすか。じゃあそのまま電話してですね、お父さんお母さんにしっかり頼んでください。うん、かわいいよ、この年で妹ができたら。すっごい愛するでしょうね。妹じゃなくて娘でいいじゃないですか。そうじゃないですか。いやいやいや、娘、そうですよ。いや、娘と妹は違うから。いや、きっと娘の方がかわいいに決まってる。妹って響きのこのなんと甘美なことか。こいつは男だな、本当にもう。その甘美さがわからない、私には。萌えってやつですよ。簡単に言うと、ね。妹萌えとかわかんないから、全然。だから、ね、これ、自分、僕にも妹ができて幸せになれるし、もう、お父さんとお母さんもちょっと仲良くなるんじゃないかっていうところに来て。どういう家庭なんですか？なんだかな、まあ、なるほどね。しんどさんは、なんか、愛おしい。愛おしいもの。もう愛してやまないものは。あー、なんでしょう。お布団とか。もうすごい生活感ですね。びっくりしました。なんで？がっかりもしました。がっかりするなよ。だってさ、お布団で寝るの気持ちいいじゃん。まあね、この時期はね、寒いとね。そうそう、うん、もうぬくぬくのお布団ですよ。あ私だって枕4つも並べて寝るんだから。しばらく寝てましょうか。違う。自慢話を。なんかそのいっぱいある方が、もこもこしてて気持ちいいでしょ、うん、全然わかんない。なんでだよ。なんで4つもいるの妹もええよりわかるでしょ。わかんないよ、どっちも。妹もえもわかんないし、お布団はともかく、枕4つは俺全然わかんねえ。気持ちいいんだってやってみ？いっぱい置いて、うん。いくら寝相が悪くても、どっちに転がってても枕があるって。そうそう、どこもフォローができてる。うん、こう、隙間とかに頭が挟まるのがまた気持ちいいの。それなんかもう最初の理由とずれちゃってませんか？なんかいつでも頭を守ってくれるみたいな、安全性みたいな、そういう話じゃないですか。もこってなるのがいいの。ね、SG マークとかついてるんだ、じゃあ。安全基準満たしてる。満たしちゃってる。なるほどね。大丈夫でしょうかこの人たちは、ね不安になりつつもね、明日のイベントよろしくお願いいたします。さあ、番組では皆さんからのお便り募集していますよ。どんな内容でも構いませんので、あっと思いついたら今すぐメールしてください。宛先はエンディングでお伝えします。以上、デスティニーと書いて何と読むのコーナーでした。週刊、レディオシードデスティニー。週刊レディオシードデスティニー。週刊レディオシードデスティニー、人呼んでラジタネです。ここでテレビアニメ機動戦士ガンダムシードデスティニーの次回予告です。次回のテレビ放送は第22話蒼天の剣。混迷する戦局に苛立ったジブリールは大西洋連邦大統領を通じ政治的圧力のもとオーブに黒海への派兵を命じる。一方、着任したハイネの陽気な性格に戸惑いつつも打ち解け始めるミネルヴァクルー。そんな中、知らされたオーブ参戦の方に
シンとアスランは動揺を隠せずにいた。いや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 、気になる展開になってまいりましたね。オーブがね、関わってくるわけですよ、ここでまた。そうですよね。ね、うん、どうなることやら皆さんもね、テレビとラジオでデスティニーを感じてくれ。それが運命だと。番組では皆さんからのお便りを募集しています。デスティニーキャストへの質問、インパルスな出来事、普通オタなど、すべての宛先は、はがきは郵便番号 552-8501、ラジオ大阪週刊レディオシードデスティニー。メールはすべて小文字で、seed_d@obc1314.com、seed_d@obc1314.com。番組のホームページからメールフォームでもお送りいただけます。はい、vstation.net/destiny/、vstation.net/destiny/です。はい、ちなみにですね、現在出演交渉中の方は、キラヤマト役の星総一郎さんでございます。皆さんからの質問、お便り待ってます。ここでお知らせです。ハイ&マイティカラーが歌う、デスティニーのオープニングテーマ、プライド。有坂美香さんが歌うエンディングテーマ、ライフゴーズオン、絶賛発売中でございます。さらにですね、3月24日には、プライドのリミックス版が発売になるんで、合わせてチェックしてみてください。そして機動戦士ガンダムシードデスティニーの DVD 第1巻絶好調発売中です。第2巻もですね、3月25日に発売大決定。 DVD でデスティニーの魅力を追求せよということで、あっという間にエンディングのお時間でございます。はい、なんかすごい早かった。怒涛の30分でございますからね。毎度毎度でも2回目来ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、楽しかったです。またぜひいらしてくださいね、はい、お願いします、うん、はい、来週の放送もですね、引き続きスペシャル番組をお送りします。というわけで本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は鈴村健一と石田明と新藤直美でした。またねー。